こんにちは、ストレーテナーの新平です。今日はですね、名古屋のダイヤモンドホールに来ております。本日のカメラマンも本件ジャニーさんがカメラマンをね、買って出ていただけたということで、渋いボイスを皆様は耳元で楽しみながら、副音声みたいな感じでね副音声みたいな感じでずっと喋ってて思って面白いね。ね、ダイヤモンドホールはこの先の、その扉の先はロビーですということでね、今もお客さんが物販やってるらしいですけど、まあ楽屋紹介ということで、ダイヤモンドホール紹介していきたいと思います。ライブハウスはまだこう、これを見てる人たちも楽屋を見れる可能性結構高いじゃないですか、うん、ダイヤモンドホールってやっぱ名前の通り一ホールですから、うん、なかなかこのね、裏を見れる機会ってないんじゃないかなと思うんですけども、ま、昔からありますね、ダイヤモンドホール昔からありますね。ここはもうまっすぐ行ったらね、ステージになるんですよ、ダイヤモンドホールは。いや、そこでも繰り広げられるわけなんです。ステージの下手が袖ですけどね。ケータリング、あれ、これあの本件さんが好きって言ってたサンドイッチですか、これ。どれ、これ違う、天むす、これどこのサンドイッチですか。コンパル、コンパルですよね。コンパル、コンパル大好きです。コン、喫茶店、喫茶店のやつなんですか。そうそうそう、コンパル、ね、あ、なるほど。3種類ありますけど、ホットサンド、エビフライが、まあ、一応こう、あ、超有名、超有名な。じゃあ一エビフライ一ついただいてみようかしら。は、僕初めて食べます。マジ、コンパルさん、うん、でも結構あるよ。はい、こっち行っちゃうんですよ僕は。あ、そうかそうか、こっち行っちゃうね、名物店も、うん、もうこれも美味しいですよね。あ、もう抜群にうまいです ね。ケータリングだからちょっとしよっとしてますけど、それがまたいい。名古屋市のいろんなとこにあるんだけど、うん、名駅のコンパルで買って帰ったりもします。あ、駅あるんだ、うん、超いいじゃん。というわけで本題の楽屋に行ってみたいと思います。まあ、こうやって名古屋はね、名物が用意されてて、うん、そうですね、軽食が豊富です、うん、ありがたい話です。こちらスタッフルームってなってますけど、うん、まあ、我々はね、我々ここ使うこと多いですよね。多いね、うん、楽屋の、偉い千野さんが取締役と、取締役がちょいちょい、皆様にお目にかかると思った YouTube をね、許可していただいた取締役なんで、ありがとうございます。ここもいいんですよね、このソファーね。ソファーとか椅子とか低いんですよ、ここ。確かに、これ、お家に欲しいソファーじゃないですか、これ。確かに、テーブルも低い、うん、座り心地がめっちゃ良くて、そう、広く感じるんだよ、ね、うん、テーブルとか椅子とかが低い。何気に僕、こっちの個室の楽屋の方が好きなんですよ。うん、後で紹介しますけど、我々の楽屋と違ってここも一面鏡張りなんですよ。本当だから、髪のスタイリングも全身のね、コーディネートも意外とこっちの方が、楽屋の方が しやすかったりするっていう。二口あるし、俺もあの昼シャンできますから昼シャン、夜シャンできます。はい、その前に椅子を置いて、うん、あの仰向けにこう、こうもできるし、そうそうそう、あれでこうもできる、仰向けのシャンプー台できちゃう。仰向けシャンプー台できますねできますね、これ美容室スタイル、うん、しまったな、それを俺気づくのに5年ぐらいかかりましたいつかはね、ここで美容室スタイルで髪を洗ってる姿も皆様に見ていけたらいいなと。ヘアメイクさんがね、うん、月引率するようなフィックアーティストだった。ああ、やってるだろうね、ここ、マジで。若干こっちの方が汚いんで、こっちで先発が多く行われてるんでしょうね。ということで、この第二楽屋でもね、十分なクオリティを持った、ダイヤモンドホールですけども、で、こちら、楽屋1ストレーテナールームってね、これ各地ね、あのイベンターさんが作っていただける場合が多いんで、やっぱ名古屋はしっかりしてますね。あのこういうのがあるだけで、なんか若干自分がこう、あの出る側みたいなね、気分になるじゃないですか、これがあると。うっすらアーシャが、うっすらアーシャがあるっていう。あの白いのに別にプリントしてもいいじゃないですか、うん、でもアーシャやって、こうやって心遣いがね、おもてなしの心が大事ですよ、何事も。こちら、第一楽屋、まあ、第一楽屋はさっきと違って、まあ、結構立派なシャワールームが
あるんですけど、ね、仙台で紹介したあのちょっとエッチな座る位置もないですし、ここは健全に体と髪が洗えてスタンディングシャワーで、ヘアシャンプーもコンディショナーもセブンブランドで揃えてるんで、結構セブンのブランドいいですからね、僕洗剤なんか愛用してますよ、ね、タオルも完備で、ね、ただもうそれ以外のことはするなよっていう圧はね、ちゃんとこうやって下の階の漏水事故発生の原因となりますので、って何をやれば漏水するかって話ですけどね、多分な先輩バンドマンがね、ほら部屋からテレビ投げ捨てたりとかいう伝説もあるじゃないですか。だからここでね、まあ、掘削機をブルブルって使ってる人も多分中にはいるんでしょうね。はい、こんな感じで、まあここも綺麗になりましたね。なんていうんだっけ、リメイクっつうか、リフォームか、リフォームされましたよね、この壁を。で、トイレもなんかおしゃれすぎて開け方にしよくわかんないぐらいリフォームされてますから。そうですね、軽く引けばこう、はい、扉が場所取らない場所取らないようになってるし、そういうバリアフリー、ちょっとバリアフリー感じさせる扉ですよね、これも。中はお見せするようなもんでもないですけど、たださっきの楽屋との比べるとちょっとマイナスなのが、我々はここで髪を洗わなきゃいけないっていうなかなかね髪を洗うにはまあハードルが高いですけど、でもこの楽屋に案内されたからには、うん、もうここで洗うしかないんで、流し台でこの三角コーナーをうまくね桶代わりに使いながら髪をバンドマンはね洗ったりするわけですよ。冷蔵庫冷蔵庫は初めての一人暮らしで、張り切って買ったはいいけど完全に部屋に合わない冷蔵庫みたいな設定ですよね、これ多分。で、友達に自慢できるかバカにされるか結構微妙なラインではあるんですけど、冷蔵オンリーのね、マジで、まあ、コカ・コーラさんの、うん、栓抜きもついてますから、本当、うん、いいですね。で、多分生きった学生かダイヤモンドホールの楽屋にしかないやつです、これは結構貴重な冷蔵庫ですね。鶴の弁当、あ、まあこれ辛いですよ。これ名古屋といえばね、これ良さ本県さんどこがいいんですか。なんですかね、茶色い弁当なんでね。あ、色が、色味がね、風合いっていうか、なんかね、茶色いのは美味しいのよ。わかる、味的にね、もうその見た目で、うん、ごまかさなくても、うん、俺たちぐらいになるともう茶色くていい。そうだね、彩りとかじゃなくて油油で旨味を出せばね、もう労働者は何でもうまいですからそれを鶴さんはね、しっかりと体現してらっしゃるいい、ね、お弁当屋さんです。で、まあ姿鏡、ここはね全身映るやつが2機もあって、ね、ほらポンケンさんだよ、イエーイで、まあこの奥に行きますと立派なソファーが こういうことやるからソファー漏水するのかなソファーじゃない、シャワーがおじいちゃん家にあるようなソファーが2台ありまして、これもそのリフォーム後からつきましたよね。そうか、オートマンもある、オートマンもある、ある。これいつも疑問だったんですけど、オットマンなんですかね、オットマンなんですかねこれ未だに由来も全然わかんない、オットマン、そう、未だにこう口に出せないんですけど、どっち呼べばいいのかなみたいな、店とかでもね、言うとき、この夫でやめちゃうマンって鬼門ですよねその、なんだろう、人間的な、バットマン的なやつなのか、なんか違った意味合いがあるのか、わかんないから、調べてみましょう。そのダイヤモンドホールは、しっかりはしてるんですけど、特筆すべきものがあまりない、まあ、その代わり平均値はめっちゃ高い
あとここにね、ありましたね、あのありました、堀江くんたちがこだわる水回りも。ただこれシャワーヘッドじゃないですから、うん、なかなか第二楽屋の方が髪を洗うのはもう優勝ですね。こちらは仮眠を取る時とかには最高で、僕とひなっちゃんね、さっきここで仮眠取っちゃって、リハ前に仮眠取ってしまってね、結構えらいことになりましたけど、で俺仮眠取ってる時、なぜか自分があのパンツも履いてないって思い込んでるレム睡眠に入ってて、やばかったです。なんかあひなっちそこにいんのに俺あれ履いてないやばいって思いながら、なんかすごいうっとうとしてました。謎の世界観、そんなこんなで、ね、名古屋ダイヤモンドホールは、あ、今ねお客さんがちょうど入ってきましたけども、こんな感じで我々今ライブ直前にね、こうやってまた楽屋紹介しておりますけども、また各地の楽屋を紹介できればいいなと思うので、皆様ぜひともね、楽屋を生で見たかったら楽器を持ってバンドマンになってください。よろしくお願いします。ポンケンさん、本日もありがとうございました。じゃあまた次回、ちっぺいでした。